油人今城達也さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず早速なんですけれども、油人さんの簡単な団体の紹介をこちらにお願いいたします。はいはい、油人と申します。よろしくお願いします。手前どもの活動としては、天ぷら油、飲食店だとか、あとは学校給食とか、天ぷら油を集めます。その集めた油で、発電をするエネルギーを作っていて、その傍らろうそくを作ったり、石鹸にしたりっていうことをしているんですが、はい、そのろうそくで、イベントを起こしたり、キャンドルナイト、イルミネーションのイベントですね、そちらを起こして、まあ綺麗だねっていう空間を作っています。ちょっと天ぷら油で発電、確かにピンとこないですね。そんなのできたらすごくない？一体どういう仕組みでそうなるんですか？はい、分かった。何ですか？エビフライとかを食べた時のフェーンみたいな、このパワーを何かにこう。バカすぎるでしょ。天ぷら油って燃えるんですよ。はいはい、まあ主にディーゼルエンジン、軽油の代替燃料として、使用することができるんですね。はい、それはもう、たまにテレビとかでやってたかな、こうトクトクトクで車走らせたりとか、でそれをもっと走らせられるようにバイオディーゼル燃料っていう、サラサラにして燃料にする。でもいわゆる廃油と呼ばれるものを、まあ、リサイクルしてまた使っていくみたいなイメージなんです。はい、そうなんですね。そもそもでもなぜ灰油を使ってキャンドルを灯そうと思われたのか、よくフェスとかで発電機を置くことがあるんです。燃料係に参加した時に供給するともう継ぎ足しぐらいなのでやることないんです。でその間にろうそくを作れるっていうことを知っていて、こそこそ作ってたんです。こそこそが主催者側にバレたんです。何やってんの？いや、ろうそく作ってるんです。夕方になってまた来て、それさ会場あるからさつけないよ。え、100個200個もなかったな。そんなに作れたんですね、逆に。はい、そうです、です、です、作って、で夜の時間だったんで、ちょうど暗がりの時間か、で人がごった返してたんですけど、準備し始めたらわーっと人が引いて、でつけたらまあまあ綺麗なんですよ。で音楽のイベントなんですけど、後ろでガンガン鳴って間、このろうそくのところだけ静寂が生まれたんですよ。人が集まり、これはなんていいことをやってるんだと。これを天ぷら油を通してやるっていうリサイクルの観点から、これは啓蒙になるなと。ってことはみんな天ぷら油をね、こう固めてさ、よく捨ててるけど、みんな油人さんに油持ってきた方がいいね。作り方みたいなのは、イベントを通して教えたりもするので。おお、作れるんだ。じゃあ俺の汗もちょっと油ギッシュだから、下手したらね、お皿にあれしたら背油とか言われてるから。ゴミゼロ、前日に5月29日にイベントを行うわけですが、はい、油人さんは片瀬東浜で海桜と温東ヨガさんと江ノ島イルカ部さんと4団体で、まあコラボレーションして行いますが、何すでもせっかくだったらやっぱりなんか火つけていただきたいですよね。そこでよ、はい、出来上がったのはこちら。つけてみていただいて、これ大丈夫かな、わかるかな、カメラで。カメラわかんないかもね、今日風がすごい強いんですよ。本当に大変ですよね。でも風がつかないです。つかないですね。こういうね、こういうこともありますよ。当日これが自然だもん。当日ね、当日はこれでやるわけじゃなくて、ちゃんと器があります。イルカの綺麗なサンダーアウトと温度ヨガの先生を灯すわけですよ、火で。なるほど。静かになって、多分みんながで波の音だけがこう耳にジャパーンサラサラって聞こえてくるんではないんでしょうかと、はい、そんな環境シチュエーションを作ってくださるということですね。では、最後にですね、来てくださる方へのメッセージをこちらにお願いいたします。天ぷら油を通して環境問題を考えつつ、楽しいイベント作りに参加させていただきたいなと思っています。ゴミはただ捨てれば普通のゴミになりますが、こういった資源、
エネルギーになるってことを皆さんにお伝えできればなと思っております。はい、当日は風問題はありますが、はい、さっきもありましたもんね。はい、なんとかなんとか頑張りたいと思います。ただこの環境でね、ろうそくとヨガとできることは非常にありがたいことなので、はい、ぜひぜひ皆さんお待ちしております。なんか聞くところによると愛称キャンドルさんとも呼ばれているらしいので当日現地で見かけたらキャンドルさんと言ってね、駆け寄ってきてください。じゃあ当日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ゴミ拾いや環境活動をやってる人とやりたい人をつなげる日本初の環境イベントポータルサイト、ブルーシップ。ぜひご活用ください。